それを見て、私は9月の初めから、
ってこなかった。結局、数週間かかって余ってきた。そしてそこで別の人が答えたんですが、アセスメントはやらない。で、他の方法で対応すると。そういう答えでした。どう考えてもこれは許せません。で、もう一度環境影響論の本を読んでみました。皆さんご存知でしょうか。何回もそれで話しても聞けませんが、環境基本法と原子力基本法が改定されていて、環境の扱いの対象に全部こういったのがなっているので、だから環境アセスメント法にも環境影響法の条件法にもこれが書いてあるんです。で、今関わらずやる気取りがないんですが、それは強いものです。それに対して私たちは手を交付していかないといけないと思いますが、今日は最初の選挙の事務局会議でも福井さんから紹介されたんですが、福島民法に、国連のオレガナ特別報告書報告者が、環境アセスメントをやらないとダメだと言っているんです。私と同じ主張をその国連の人も言っている。このことを管理局が私たちはこれを強くして迫っていかないといけない。で、もう一つは外務省です。前に運営外務省した時にないって言うんですけれども、実からすぐそばのところ、そこに、しているんだったら論文教育の対象にならないって聞いていたんですね。それで外務省に今度一週先に伝えることになったから、それが来週になるのか来週じゃないのかって聞いたんですが、なかなか答えない。そして何週間も経って昨日電話して聞いたらやっと答えました。で、それを答えたら週間ちゃんと Thank you.
はまだ証拠に持てないと言ってるわけじゃありません。それはもっとなんで県民の意見を聞かないで自衛隊を結論だけでもって防災できるのか、まあ、そういう問題だと思います。それから県庁の方は皆さん前にもちょっとお話をしましたけれども、あの子は初収束を期待してですね、もう地盤がもっと盛り上がったり保ったりしてるところなんです。だから567億の今の放射能はもうすっかり夏ごとになる。そしてあの放射能を今度は海に流す。この今の放射能
で、この差別政策、差別が、日本の中の根本にあり、今私は今日これから皆さんのためにその男女命令Thank you.
Thank you.
介護の一括体制及び放射能流出事故負担訓練の協力体制についても説明を突っ込んできたが、ご観光では昨年福島新潟でそれぞれ2回の避難訓練のための関係機関会議が開かれたとのことです。残念ながら事故の際の連絡体制についてのご回答はなく、今回の質問をいたします。後輩赤は社長、牧野原子力立地部長が処分が行われました。これを受けて、昨日4日には、後輩赤は社長が、柏崎市を訪れて謝罪したとの報道があります。柏崎市の坂井市長からは、今回の改善措置報告書が、気持ちが入っていない。原因はもっと深いところにあったのではないかと、原因分析の甘さを、されたとのことです。また今後、新潟県や柏崎村も訪問する予定だそうですが、少なくとも原発事故の場合はこういう避難計画の作成を認定されている。Thank you.
制で事故の責任は課長が多くとしているものですが、福島第一原発の事故の責任は旧経営陣がなぜ終わらないのですか。責任を取るのは当然と思います。あなたたち福島の
マと皆さんは覚えてますよね。聞いてはいたけど、当然はご飯と私たちの賠償は値引って値引って出しすぎたと、こういうことまで交渉で言って人を怒らすときながら、お金がないかと思えば実は2200億円以上も日本原電、東海原子力発電所に行くような、この話に一番怒ります。そういう意味で私が今日皆さんとこの50年ぐらいの集会で全体の挨拶をした時には一番皆さんから表明を受けました。それは私への表明ではなく、当然前でしっかりと当然と抗議する、この90万円に抗議する、この10万円に対する全体の挨拶であるというふうに思います。もう一つはここの皆さんと一緒になって、実は9月11日の東海第二原発やめようの一斉行動がとっても成功しました。今日原電前でも少しだけしか話されなかった、時間が足りなかったんですが、あれは非常に大成功して大きな成果を抑えました。私たちのような市民団体が上からのお金も指令もなくて、私と誰かの相談で茨城、千葉、神奈川、埼玉、東京、こういう形でなったわけですね。とても大きな成果であります。そういう点で私たちはこの 9.1 の東電報道の力がこちらにも非常に大きく動いた、このことだけを申し上げて一緒に頑張りましょう。
皆さんと一緒にお邪魔して参加したのはこれでございます。反原発の闘士、
何気に沈んでた。それでは告知を、告知ご希望の方いらっしゃってください。はい、さしてください。左一番目の方。責任を認めて謝罪することを求めていきたいと思います。どうもありがとうございました。
本部の住宅用が金曜日から19歳コンコンバスが行われます。今回は5年目に始まりまして、コンコンバスそのものは
流しまーす。お先生よ、お気に入りいたします。はい、ありがとうございました。それでは、はい、これで今日の当然行動講義を終わりたいと思います。参加者の方は72人でした。次回は11月10日です。皆さん、またご参加よろしくお願いいたします。それでは、気をつけてお帰りください。ありがとうございました。11月は来日水曜が祝日で、他の集会とも仮定なので、日を延ばして11月10日第2の水曜日と、そういう形で日程が11月10日と変わっております。この点だけ